トレーシー・スピリナコスはカナダの女優。アメリカ合衆国の NBC 系列で2012年秋に放送開始となった週末 SF テレビドラマレボリューションでシャーロット・チャーリー・マシソン役を演じている。トレーシー・スピリナコスはカナダのマニトバ州ウィニペグ出身で両親のジョージ・スピリナコスとアナステーシア・スピリナコスは共にキリシア出身のレストラン経営者。ボビー。 アンドリューという二人の兄弟がいる。トレーシーが4歳の時、スピリダコス一家はギリシアのスカラに引っ越したが、彼女が9歳の時に再びカナダに戻った。トレーシーは自分のギリシア系の羊を誇りに思っているという。中学生の時に演技を始め、マニトバ俳優訓練センターで学んだ。ウィニペグのオークパーク高校を卒業。二千七年演劇の道に進むため、 バンクーバーに引っ越し、数週間のうちに、最初のテレビ出演が決まった。その後、テレビドラマ、バイオニックウーマン、バイオニックウーマン、スーパーナチュラル、エルの世界、ヘルキャッツ、サイク、名探偵はサイキックビーイングヒューマンやテレビ向け映画、一食い怪物語ブリンで早くあるいは準レギュラーを演じた。2009年、初主演作品となる、テレビシリーズ、マジョリティルールズで、 15歳のベッキー・リチャーズ役を演じた。2011年、猿の惑星、創世記で劇場映画デビュー。彼女にとって、ロサンゼルスにおける最初のパイロットシーズンとなった2012年半ば、NBC 系列の新テレビシリーズ、レボリューションで、近未来のディストピア世界で生き延びようとする主人公、チャーリーの役を射止めた。同番組のパイロット版は、 ジョージア州アトランタで撮影され、その後のエピソードはノースカロライナ州ウィルミントンで撮影されている。ありがとうございます。